はいどうもこんにちは、ザワと申します。アイキス3体験版実況続きの方をやっていくんだけど、いや前回ね新しいヒロインが2人出てきたわけなんだけどさ、いやー距離感バグってるね近いのよ。いやもうあやひなコンビ並みに近いからな、すごかったね。いやなんかあれだよね、なんか2ぐらいで、あいい感じの距離感の、まあ、後輩と、まあ、トワコさんとかね、マジュさんとか、まあ、そこら辺の、まあ、いい感じの距離感の人が出てきたんだけど、一気にまた近いのが出てきたっていう。いや、これからどうなっていくんでしょうね。じゃあ、続きの方見ていきましょう。まさか本当にあんなところで寝てしまうわけにもいかず、自販機でお茶を買って意識をなんとかはっきりさせる。その前に怒ったカリンは遅刻しないうちに入学式の方に行ってしまった。そうだね。蹴飛ばされてましたからね。ゴロゴロっつって。新入生は体育館での入学式の後、それぞれのクラスに分かれて最初のホームルームをしてるはずだ。いやーでも緊張するよな。本格的に始まるのは明日からで、初日は大して時間がかからない。他に来ている保護者と同じように、俺もローラとカリンが出てくるのを待っていた。もう保護者なんだね。なるほどな。有森美術学園、発展した都市部からやや離れた山も多い土地にある敷地面積がやたら広い私立の学校だ。いやーでもさ、ヒロイン増えたよねこの有森も。キスアートからさ。え、でもさ、一つの学園で、最大さ、どれぐらい、こう今まで、ま、いろんなノベルゲあるけど、一つの学園でさ、こうメインヒロイン級が最大、何人ぐらいいるんだろうね。結構この、有森もいっぱいいるよな。なんか他のメーカーさんとかも含めるとどう、なんか結構上位の方入ってくんじゃねえかな。こんな一つの学園でってなかなかないよね。最近はデジタル面で若干遅れをとっているとはいうもの。あ、そうなの？あ、でもまどか先輩からもう7、8年経ってんのか。まどか先輩ね、卒業制作で、映像作品作ってましたけどね。まあ、プログラムとかって。やっぱり物が残る作品作りを作る場所として、結構な名門扱いだとも聞く。あれからもう2年か。わあ、懐かしい。2年前。有森に帰ってきた俺は、入学式の日の朝に、幼馴染のひな、あやの2人とここで再会した。校門の前で再会したのは偶然だけど、その偶然がなくても、きっと再会はしてたと思う。おというのも、俺たち3人が A 組だったから、そこで会っていただろうし、仮に俺が A 組に入れなかったとしても、有森入学が決まった時点で、俺のところとひなあやの親が連絡を取り合って、そう、結託してたからね、もうね。同じアパートに部屋を借りていたから、やっぱり早い段階で再会はしてたと思う。完全にもう、くっつける気満々だもんね、親たちはね。サムズアップしてな。そういや、クラス分け見てなかったな。ローラとカリンはどの組に入ったんだろう。合流する前に、校門前に張り出されているクラス分けを見ていたら、後ろから声をかけられた。お待たせしました、兄さん。おー、ローラさん。おなに、1枚くんの？おお。お疲れ様です。朝の用事には、ちゃんと間に合いましたか？いや、めっちゃ絵綺麗。いや、しかもね、この美人。ローラさんもカリンさんも。うわー、こんな女の子と朝からイチャイチャしてたんだもんな。ローラさんにはね。こんなスマしてるけどさ、朝ね、レン君の腰の上に乗ってましたからね。胸はだけた状態でね、ここら辺はだけた状態でな。しかもカリンさんに至ってはね、中身見るという。中身は見てないか。見えちゃうっていうね。なんとかね、二人とも入学式は無事に終わったんだ。ええ、まっとも無事に終わらない入学式なんてそうそうないと思いますけど。有森ではそうでもないんですか？入学式は大丈夫だよ。まあ文化祭とかはたまに立ち入り禁止のところとかあるから、完全に無事で安全かって言い切れないけど、大きな展示物のあるところとかそうだな。ゾロゾロゾロってこう動かしたりするやつな。さすが美術学校、そういうところでイベント感を出していくんですね。さっきのことがあったから大丈夫かと思ったけど、カリンは俺をベンチから蹴落として満足したのか、もう怒ってないみたいだった。確かにそういうところはあるな。体育祭とかはそもそもないし。まあそういうちょっと危ない行事とかがあったら、お兄ちゃんがカリンを守ってくれてもいい
んですよ。おお、どうしようかな。じゃあローラさんも一緒に守っちゃおうかな。姉妹丼じゃないな。姉妹でもないしな。ああ、はいはい。でも俺も今年で卒業だし、そういうのは自分でできるだけ気をつけような。ちょっと、これから可愛いいとこと1年でも一緒に学校に通えて嬉しいでしょ。おお、もっと嬉しそうにカリンの面倒を見てもいいんですよ。そうだそうだ、レン君。そうだそう、もっと面倒見ろ。もういろいろな、全くもうと言いながら、カリンはポケットからスマホを取り出すとローラを手招きする。まあそれはと。おお、ほらローラ、こっちに寄ってください。記念写真撮りますよ。いいね。やっぱあれ、最近キスシリーズはこれスマホ使った一枚絵多いっすよね。いや、いいよね、なんか最近の流行って感じで。メルキスあたりからね、がっつり使い始めたけど。はあ、構いませんけれど、誰かに頼まれたんですか？確かにお母さんには頼まれましたけど、そうじゃなくて、せっかくだから撮っておこうとか思いませんか？いや、でもなんかローラさんさ、朝のイメージがすごいからさ、なんか今すごい落ち着いてるよね。ギャップがすごいわ。すみません、うん、記念の写真というとプロの方に頼んだり、うん、写真館に行くものだったので、自分で撮るという意識がありませんでした。おー、金持ちかな。え、ローラさんさ、養子っていうけどどういう事情があったんだろうな。スマホも寮で管理されていましたから、おあまり自由に使えるものでもなかったですし。そういうの聞くと、さすが去年まで占領制のお嬢様学校に通ってただけあるって思いますね。なるほど、お嬢様だったのか。なんか確かにお嬢様みたいな雰囲気あるよね。確かにそういうことか。え、なんでね、池長家だっけ、池長家だよね、池長家になんで来たんだろうな。まあ、これからはカリンが一緒に撮ってあげますから。ほら、もっとこっちですよ、こっち。無抵抗にカリンにされるがまま抱き寄せられるローラ。そうだね。カリン、慣れてるように言っていた割には画面に全然きちんと収まってないんですが。あれ？あれ？一人自撮りは慣れてて、カメラの設定も完璧なんですけど、二人となると勝手が違いますね。ああ、そういうもんなのか。俺も自撮りとか やんねえからわかんねえよ。もうちょっと適当でもいいのでは？いや、でもそこはなんか映えとかを狙うんじゃないですか、ローラさん。式らしく桜も入れたり。それなら少し話せばいいじゃないですか。兄さん、カリンのスマホで撮ってもらえます？お、それが一番いいな。まあ、でもさ、自撮り感はこっちの方があるよね。こう腕が入ってくるからさ。いいよ、うん、お兄ちゃんはローラからの頼み事はカリンと違ってすんなり聞きますよね。まあ、ローラさんは普段からちゃんとしてるんじゃないですか。だから普段からちゃんとしてる人、いや、朝のあれを見るとな。でもな、ローラが俺を使うのがうまいんだよ。なるほど。悔しそうな顔をするカリンからスマホを受け取って二人の写真を撮る。このね、ローラさんとかもさ、カリンさんとかはさ、レン君とどういう、どれぐらいの付き合いがあるんだろうな。付き合いというか、その、なんつうの、まあ、付き合いか。はい、目線こっち。カリンはちょっと肩引いて、ローラは少し右向いて。俺がここにね、誰と一緒にいたと思っている。そうだな。ああ、兄さんは双子の美人さんと衣食住を共に過ごしていましたから、うん、それで慣れたんですね。そうですね、衣食住をな。衣もそうだし、そうね、食に関してはもう全部レン君だから。若干わざと言ってるのはわかるんだけど、まあ大体それで合ってる。ひなとあやを並べて渡されたスマホで写真を撮るのは慣れたもんだ。おー、じゃあいろんな写真撮っちゃおうかな。前々から思ってたんですけど、池永の家はこういう人が多いんですか？なんなんでしょうかね。お父さんお母さんがもうこんな感じなんでしょうね、多分ね。
ぐい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 進めてくるような。まあでもレン君自体はでも結構冷静なタイプだもんな。冷静なのかな、わかんないけど。うん、なんかこう熱い、まあ熱い時もあるけどね。どうだろう、親戚付き合いもあんまりなかったけど、カリンは昔から目立ってた気はする。まあ親戚だから昔から会ってはいたってことか、カリンさんに関しては。ローラさんに関してはなんね、そんな数ヶ月ぐらいでしょ、付き合い的には。そうでもないのか。 OS も機種も違う、慣れないスマホで写真を撮りながら返事を返す。そこ兄と妹で完結しないで、ちゃんとこっちにも意識さえてください。お、そもそもお兄ちゃんと血がつながってるのはカリンの方なんですよ。何この争い。カリン、そういうのは。とはいえローラもカリンの新しいいとこですから、ちゃんと親戚として仲良くはしますけど。あ、ちゃんとな。俺の言葉なんて聞く前からカリンは別にマウントを取る気はなかったみたいな。マウントを取られてお前はどう思ったんだそれ。このね、ね、なんか二人でマウント取り合ってる様をお前はどう思ったんだ。そこは血が繋がってるのは自分なんだから優先しろとか、新参者に厳しくする流れではないんですか。なんかもうお兄ちゃんの取り合いが始まってんのかここで。そんなことしたら嫌な子じゃないですか。お、確かにカリンは自分が一番可愛いですけど、お、だからこそ他の誰かを蹴落とす必要もありませんしね。なるほど、自信満々系ツンデレ女子か。カリンさん、これは今まで私の周りにもなかなかいなかったタイプですね。なかなかいないよね。そうでしょう、カリンは特にできる子なので、そうそう似た子なんていませんね。まあそういうわけですから、うん、お兄ちゃんが構ってくれなくても実は大丈夫なんですけどね。大丈夫なんですけどねとかって言いながらこうチラチラみたいなね。そういう感じね、カリンさん。なるほどなるほど。だからちゃんと新生活に不慣れだろうローラの面倒を見てあげてくださいね。あー、でもそこはちゃんとな。この様子を見ているとカリンを野放しにしていいものかどうか迷いますね。もう分かんないっす、同感だ。そういう意味ではローラとカリンが一緒のクラスでよかったかもな。あ、一緒のクラスだった。俺がそう言うとカリンの表情が引きつって固まった。そうですね、私もカリンも同じ B 組だったので、お、もしかしたら私がこんなですし、学校が気を使って親戚同士でまとめてくれたのかもしれませんね。あ、 B だったんだね。こんなというのは見た目、髪や肌の色での話か。いやーでもいいじゃん、俺好きだけどな金髪。確かに A 組じゃないならあとはクラス分けは均等だし、そういう風にしたのかもな。うちの学校は美術学校だけあって、美術の出来で A 組とそれ以外の組に分けられる。ちなみに A 組以外の、以外に成績の優劣はない。そう、A 組だけね。突出していいっていう。だけど、ローラも A じゃなかったんだな。ローラは一般部分の模試はかなり出来が良かったけど、やっぱり A 組かそれ以外かは美術だけで見てるんだな。そうですね。私、知識の方は自信がありますけれど、実技に関してはこれまで何か兄さんたちみたいにきちんとやってきたわけではないので。いやでもアリサパターンじゃないの。ねえ、その地頭がいいから大体何でも吸収してできちゃうみたいなね。まあそういうもんか。カリン、どうした。固まっていたカリンがフルフルと震えていた。なんでカリンが A 組じゃないんですかね。プライドが傷ついたか。カリン、美術は通知表でもずっと一番いい評価でしたし、ああ、正直去年まで学校では成績も全部トップの方だったんですよ。まあ見る人によるからな、美術は。まあ、これがその受けそうみたいなね、そのなんていうの、お金を払ってくれる人たちに受けそうみたいなのってさ、結構違ったりするもんね。 A 組に入れるかどうかは完全に美術の成績だけで決まるしな。でないとそもそも貞本と綾が同じクラスに入れるわけもないし。まあそうか。いや、むしろありもり受かる人の中に普通の学校で美術の評価を落とすような人なんているんです。一般科目は最低限できてるかどうか見るだけですよ。なるほどな。そして七瀬さん。もうサクッと入ってくるね。
不意に後ろから声がかかった。お、また1万円ではないか。この後俺たちは一緒に昼飯を食いに行こうと約束していたのですよ。もう女の子と約束すごいな。ねえ、保護者でさ、こう、よし、お前ら大丈夫か、無事かって言ってさ、で、昼飯は七瀬さんと一緒に食うのがやば。どうせみんな学校に来てるならと、二人の入学式が終わった頃に集まろうという話をしていたのだ。もうスカート短いよな、この七瀬さん。むしろ、そういう七瀬先輩や、お兄ちゃんはどうなんですか？私は特待生だから A 組の中でも上の方だし、ね、レンさんも特待生ではないけど3年間ずっと A 組ですね。うん、レン君頑張ってきたもんな。さすがにローラとカリンに比べれば俺も大半の時間を絵に使ってきたしな。なんて話をしていたら、七瀬の後から待ち合わせをしていた残りメンツもやってきた。残りメンツ言ってやるな。おーい、レン君、ローラちゃん、アジさんはいつも通りだな、もう。やっぱアジさんって、なんかアジキスっていうさ、なんだっけ、キス色だっけ、なんかその、いろんなね、あのパッケージ、なんか豪華版みたいなさ、キスシリーズの豪華版みたいなやつの中にアジキスっていうのがあったんだけど、やっぱ日向さんも日向さんでまたね、アジさんのこう、個性が出てていいっすよね。なんか全部やっぱさ、あんだけヒロインやってて、全員こう違うっていうのもすごいよな。先輩たちは先にモディロール行ってるって。来ましたね、サイグサ先輩たち。あんなお気楽な様子なのに、でも手はとてもとてもお上手だなんてね。カリンのこれは嫉妬というよりも憧れっぽいなとつい最近気づいた。あ、そうなんだ。まあそういうカリンも言うほど勉強がちゃんとできるようにはあまり見えないですし、人は見た目ではないのでは。それフォローですか、皮肉ですか。もうどっちでもいいんじゃないですか。カリンは出来がいいって言ってるだけですけど。有森学園での3年目、また新しい環境での生活が始まろうとしていた。お、オープニングが始まるのかな。はい、アイキス3。あ、オープニングではなかったわ。アイキス3ってあのカリンさんの今度はムービーの方だった。前回ね、あの、ローラさんのやつ入ったんだけど、また真っ黒になってたな、多分。はい。じゃあ、もうちょい見ていこう。時は少し戻って、2年目の12月。お、戻ったんだね。1年の終わりを迎えようとしていた頃。あ、ってことは、ローラさんたちとかとの出会いみたいな話になってくるのかな？そういうわけではないのか。うん。おねえ、クーラーボックスって、こっちに置いといていいんだっけ？クリスマスがいきなり始まったけどな。いやいやいや、すごいね。もう序盤からクリスマスシーンっていう。そっちの冷蔵庫のところにまとめておいて大丈夫。あー、でも重ねないで、全部開けるようにしておいてね。ここまで準備しておいて今更ですけど、うん、この部屋でクリスマスパーティーなんてしていいんですかね。もう何でもいいんじゃねえの。こんなことをしたのアイキスぐらいだけどね。キスキスアートの時何にもこんなことしなかったけどね。校庭の方ではバーベキューの用意してるって話だしね。ここ使うのはレン君がちゃんと許可も取ってくれたから。まあ割とありもりじゃん。使用申請出して実際は遊びに使うなんて昔からやってることだしな。おお。なんなら前は有志が集まって体育館でパーティーとかもやってたぞ。いや、やっぱアン先輩、やっぱアン先輩いいわ。なんか安心するわ。もうみんなこうグイグイ来るから、ワン先輩ぐらいがやっぱいいよな、こういう感じ。これちょっと冷めた感じの。そういうイベントならわかるんですけど、うん、なんでそっちはなくなったんです？今年そういうのやってませんよね。なんでかっつうと、女子が何十人も集まってクリスマスパーティーをやってたので、うん、男子の入る隙がなかったというか。そうなんだよね、男女比がすごいからな。1対5だっけ、男女比。その中から抜け出して男子を誘ったり自分たちでパーティーしようみたいな、一人抜け、二人抜け、自然消滅していったって。なるほど。
はい、まあいいんじゃないですかね。何かやらかしてできなくなったとかそういう話がないなら。まあ校庭のバーベキューの方は逆に男子だけの集まりというか、男の先生たちも来ててなんか賑やかな感じになってたけど、クリスマスで外でバーベキューはちょっと女子としては混ざれないよね。さすがに寒そう。まあまあなんか闇鍋みたいなのはまあね、楽しいだろうけどな。そういえばそのバーベキュー、レンさんが男子がバカやって盛り上がってるから、できるなら近づかないでやってくれなんて言ってましたね。そういう場所に女子が来ちゃうと男子的にも気を使ってやりづらい感じになっちゃうだろうしね。しょうがない。まあでもさ、男子で言うとエータ君今何してんだろうな。エータ君まだ出てきてないけどね。でも実際そういうところで女子が近づきにくいパーティーって何してるんだろう。パン先輩、純子先輩から聞いたこととかないです？全然知らない。とはいえまあ先生たちもいるし、バカなことはやってるかもしれないけど悪いことはしてないだろう。文化祭の前日設営の時にご飯作るために先生が一緒に石窯作っちゃうような学校ですからね。そうだな、そりゃバカなことはしますよね。毎節手伝ってたレン君はその石窯で焼いたピザ食べんだって。美味しかったって言ってたし、いいな、食べたかったな。いやいいね、なんかそういうのもね。まあむしろそのピザ作ってたのもレン君なんだけどね。私たちのいないところでモデュロール仕込みの腕前を披露したらしいですよ。モデュロール仕込みのな。やっぱ主人公は料理うまいっていうのがね、この有森系のあのキスシリーズではもう絶対条件ですから。レン君と誠君とね。あ、知ってる。あれから男子にセットか料理長ってあだ名で呼ばれてるもんね。あ、マジでそうなの？そんなうまいんだ。姉さんもなんだかんだでお祭りになると静かにはしゃぎますよね。まあそのレン君は今ちょっと大事な用事とかで出かけてて、作業部屋クリパの準備は手伝ってくれてないわけですが。そうなんだ。そういえば理由聞いてないんですけど、レンさんの用事って何なんですか？あ、もしかして聞かない方がいいやつだったりします？はあ、どうだろう。私たちも急にレン君の両親がこっち来て、大事な話があるから行かなきゃならないとしか言ってないんだよね。急にこっち来てな。後輩の親ってあれだろ、転勤が多い仕事で、なんか後輩がこっち戻ってくるまでは一緒にあっちこっち飛び回ってたとか言う。その上三枝先輩たちと隣同士の部屋を借りてたことをレンさんに伝えてなかったとか、聞いてる限り割と荒れないイメージあるんだ。まあ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 。伝えてないというか、なんというかな。あ、いや、私が親と折り合い悪いから、そういう先入観があるのは確かですけど。レン君のお父さんとお母さんはいい人なんだけど、確かにちょっとレン君に甘えてるっていうか、我慢させてるとこはあるよね。むしろレン君が、わがまま言わないで溜め込むか、自分でどうにかしようとしちゃうタイプだっていうのもあるんだけどね。あ、まあでも、そこはな、あやひなコンビは、まあ、でも、なんだかんだね、それを分かった上で付き合ってたもんな。なんか、転勤多い仕事って何してるんだろう？オーディオ趣味とか、割と高級取りっぽいことは後輩から聞いてはいるんだけど。ねえ。確か、美術賞だったよね。古美術品とかの管理とか、売買をしてる会社に勤めてるって話をしてもらったことあります。あれ、なんかそんなのって、過去作にあったっけ？もう忘れちゃったな。そうそう、それでレン君が大きくなるまでは有森で働いてたけど、ある程度大きくなったんで飛び回るようになっちゃったとか。あ、そうだったの。ああ、そういうレンさんの美術関係って日向先輩に染められただけじゃなかったんですね。染められた。むしろ私が絵にハマったきっかけはレン君のおじさんがチケットくれた美術展に行ってからだからね。今思うとはね、めちゃくちゃ関係者チケットだったよね。確かにな、もうどうぞみたいな感じだもんね。むしろ原因って言うと後輩の側か。そうやってフラグ積み立ててきたんだ。まあいろいろとそうだね、後輩くんが積み立ててきたフラグの方が大きいが、周りというよりは自分からね建築してったからな。お
おっと、こちらリコとイクエ。予約してたお店からチキン受け取り完了のすけ。マジうまそうそうなの。ケーキもちゃんと受け取ってきました。今からそっちに向かいますね。急がないとリコさんが我慢できなさそうなの。すげえな、なんかもう序盤からわちゃわちゃしてるねやべ、もうなんか突っ込む暇もない感じで。すげっぱらにこのチキンの匂いはやばいって。いやさすがに我慢はするけど。マジでちゃんと我慢してよね。リコ、変なところで不意地張ってるから。先輩、リクエとリコからメッセージ来ました。チキンとケーキ回収したから予定通りに持ってくるそうです。お、いやでも盛り上がるね。了解。交換用のプレゼントも忘れないようにって伝えておいてね。はいはい。でもプレゼント交換か。リコは全然心配してない、というかむしろセンスいいし当たり枠だと思うんですけど。いやプレゼント交換とか全然してねえな最近前したのがもう10年以上ぐらい前だな。行く、何持ってくる気だろう。おいバカやめろ。改めて言われると小暮が何を用意してくるか不安になるじゃないか怖いな。レン君と七瀬ちゃん狙いで自分プレゼント用リボンとか。やめろ、危ない危ないぞマジ、やりかねないぞ日向先輩面白いこと言いますね。そういうリアリティあるのやめてくださいよちょっと危ないな。当たり枠といえば純子先輩のプレゼントだけ勝ちすぎることになりそうで、それはそれで不安なところがあります。いろんな意味でガチになりそうだね。小暮の話から純子先輩にナチュラルにつながるのはもうしょうがないもうそういうレベルなんだよな。だからもはやベクトルは違うけど、何かすごいことしそうって意味じゃカンナ先輩もなかなかですからね。いや純子先輩も今何してんだろうな。最初は純子先輩モデュロール貸し切りにしてクリスマスパーティーやろうなんて言ってたんだよね。お、主催という名の自腹で。自腹でね。さすがにそれは純子先輩の負担が大きすぎるし、だといってマリカンしてもまだ高かったよね。それにモデュロールもクリスマス営業があるからここでパーティーやろうって落ち着いてよかったよ。カンナ先輩って夏の旅行の時にも結構お世話になりましたけど、そんなにお金持ちなんです？お金持ちではあるけれど、それはそれです。最近は今の学校でずーっと上っ面が持ち続けてて、発散先を欲してるというか、そういうことらしいです。マジか。いやー結構趣味尖ってるからなマジか。あ、なんかこういう、そっか、そうだね、こういう作業場みたいなスペースとかさ、コミュニティなかったのか。うわ、それはご愁傷様って感じだな。パーフェクト年上のお姉さんモードの純子先輩も好きだけど、趣味とか創作の話ができないっていうのは大変そうだよね。まあね、なんかその黙ってるとね、すごい綺麗な人なんだけどね。今の学校での勉強があるから有森のやころみたいに創作で発散できないって込んでたからね。なんかでもあれだな、あの3からでも楽しめるとは言ってるけど、これちゃんと1、2やってないとこれわかんない内容だよね。あんまりこう過去作の、まあ、キスアートのこととかねちょっと話していこうかなと思ったけど、1、2に関しては結構こんなに入ってくんだなっていうくらい、こうなんていうのかな、出てくるね。他の道を選んだからこそ創作意欲がたまるタイプですか。教会でもたまに聞きますね。お、いけそう。うむうむ、ケーキがなくなる前にちゃんと来るように。全処するこれあれか、レン君か。遅れてくるんだから手札じゃなくて何かちゃんと用意してくるんだよ。わかってる、準備も手伝えてないしな。むしろ普段のことを考えると姉さんはこういう時くらいは準備とかしないでいいんじゃないですか。確かに、むしろ手ぶらでもいいくらいじゃないかアンさんまで。今桜田先輩が手ぶらって言いませんでしたか。やめろやめろもう郁恵さんはそれ漫画にしていいですか。なんだこのスタンプは。とわこさん、とわこさん乱入すなもうマジキモいじゃないのよ、マジキモいじゃないのよ。
ス女子のお前らが反応するんだよ。いいものというのは性別にとらわれるべきではないと思うんです。おお。お、あ、貞本さん。もうスタンプがな、もうちゃんとあるのね。そこまでよ。で、一応聞いておくけど、持ってくならどの辺持っていった方がいい？かぶりとかない方がいいだろ。食べるものとかはありますし、これといって足りないものはないですかね。アンには他の誰かに着せたいサンタクロースのコスプレ衣装とか。すごいなぞ。なんで今うちの名前だけ別で出したんですかね。アン、いや、もうアンさんは確定ってこと。オッケー、オッケーなの。トワコさん、オッケーなのそれ。お前の用意するものは何一つオッケーの気配がなかったか。てか絶対変なもの用意するなよ。不意じゃないからな。おっさん、クリスマスも仕事って言ってませんでしたっけ。あれ、まさか暇を作ってくるみたいな。おお、どこの返事がスタンプだけだったの。今仕事しながら。用意してほしいものといえば、うん、一緒にイブを過ごす可愛い女の子とか。おお。それはこの部屋にもう十分来るだろう。まだ足りない。まだ足りないのか。そうだぞ。まあまあ、お姉の言うことは置いといて、サプライズがあるといいよね。サプライズしろとかいう無茶ぶりのひどいやつ。確かに後から来る人にとっては。すみません、レン君さん、調子に乗りました。レン君さん、元気に間に合ってくれたらそれでいいよ。先にまともなことを言って視点を取り戻しつつ、姉をフォローする妹の鏡。妹の鏡。私だってレン君のことを信じてるからね。なんだこの会話。いやいやいや、レン君、そこで何も返事がないとアヤの目論見通りというか、私だけ無茶ぶりしたみたいになるんだけど。レン君黙ったな。ずっともう何も返信せずに。も実際無茶ぶりはしてるしな。まあこれで後輩が本当にサプライズプレゼントを用意してきたからびっくりするけど。レンさんってこういう時その辺も割とできちゃったりするイメージなんですけど、そうでもないんです。おっと、それじゃあ七瀬ちゃんはレン君がサプライズ用意できると思ってる感じかな。どうなのかな。そうですね、できてもおかしくはないですね。まあ衝撃的なサプライズはできないかもしれないけど、どうなんだろうな、みんなにとってはちょっとドキドキするサプライズはあるかもしれない。よし、それじゃあどっちのイメージが正しいか勝負しよっか。ふっふっふ、幼馴染の力を見せてあげよう。 おっと、そんなこと言っちゃっていいんですか。あれで期待には応えてくれるタイプだと思いますよ。うん、そうだよ。七瀬ちゃんは地味にレン君を実際よりもできる男っぽく見てる感はかなり最初から感じてたけど。そう、評価高いんだよな。なんかその通常のあのレン君の評価が高いんだよな。そのレン君が何かをするとかではなく、もうそのままのレン君。今回はどうだろう。レン君、意識してそういうのはできるかな。確かにね、意識したな。自分でも意識してないとこで急に不意打ちしてくるとこあるけど、うん、考えて器用に立ち回るとかできる方じゃないからね。隠れの影を隠れてるけど、双子の言う通り七瀬の地味に後輩の期待値高いところあるよ。やめてください。入学した後は実際のレンさん見てその辺のイメージを押し付けてたところはもうちゃんとしてますから。そうですか。むしろその七瀬ちゃんの前で年上としてちゃんとしようって見え張ってたレン君を見たい。七瀬ちゃんいいな。まあ、いろんなレン君を見たいか。今更私とお姉の前でそういう態度を取ってくれるわけないもんね。羨ましい。そうそう、絶対七瀬ちゃん用の優しい感じ出してたよね。アン先輩、言いたいことがあるならどうぞ。ぜひぜひ。まあ、まあでもそう、年下相手に関してはっていうのはあるかもな。まあ確かにその今回のローラさんとカリンさんに対してもそうだよね。その言葉にひなたとあやめはですよねと同意を返すのだった。なんか俺が喋るところがないから俺全然もう無言でずっと言ってたな。
ほぼ無言だったな今回。中盤からあとは。はい、ということでじゃあ今回は以上にしようかな。いやいや、クリスマスパーティーか、いいね。いやいやいや、なんかこういうのを、でもさ、これ美術学校でああいう作業場でやるってさ、もう最高だよね。自分たちでこう何か創作してさ、いろいろできるんだもんな。いや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 、はい、ということでじゃあ次回はまあ蓮くんが入ってきてまたわちゃわちゃするんだろうけどね、どうなっていくのか、じゃあお楽しみに。それではバイバイ。